らしい。いいですか。はい。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。香川亮と大峰花粉の今を生きる。生きる。スタートです。スタートです。今日は、はい、何でしょうこれ。青い目をしたお人形さん。ねえ、懐かしいですか。いや僕より僕もちょっと子供のもう少し前ですね。はい。なぜ今日はこれでしょう。青い目をしたお人形さん、青い目をしたお人形さんを作るですね、ルーブル美術館でサーの称号をいただいているというすっぱらしい人形作家の先生、球体人形の、何でしょう、安藤さなえ先生をご紹介いたします。先生いらっしゃいください。どうぞこっちから。どうぞ、はい、どうぞ。はい、用意していただきました。ありがとうございます。安藤さなえでございます。よろしくお願いいたします。はい、はい、まずですね、ちょっと先生のプロフィールを、お預かりしたものを、簡単にさっと読んでみますね、はい。安藤さなえ先生プロフィール、島根県のお生まれですね。そうですね。島根大学教育学部美術科卒業なされまして、1980年から、はい、人形を吉田良一氏ですか、はい、吉田良一氏に師事、はい、1985年から2001年、はい、読売文化センター人形講師、はい、そして2001年から安藤さなえ人形教室を町田のアトリエで主催、はい、現在に至る、そしてですね、もう素晴らしい数々のですねプロフィールがございまして、私が一番びっくりしたのは映画テレビですね。あ、はいはいはい、2005年にはテレビドラマ一番暗いのは夜明け前、はい、第5話のドーリーに先生の人形が出まして、はい、また映画、皆さんよくご存知、デスノートにも使われましたし、はい、これは水霊ですかね、水地、こちらにも人形が使われ、また2010年の10月ヘブンストーリー、はい、そうです、ヘブンズ、こちらにもですね、うん、第5章落ち葉と人形ということで、先生の人形はですね、さまざまに世の中で活躍してらっしゃるんですね。そうですね、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございます。これがその人形ですか。はい、はい、こういろいろ作ってるんです、うん、はい、ね、はい、フランス人形の先生が、違う、これ球体人形。いや僕は全然知らなかったもんで球体関節人形と、うん、球体関節、はい、どこが球体、ですね、うん、ここ肩とかね、肩とか手首とか、うんうん、要するにこう丸くなってるわけですね、うん、そうです、首も動きますし、うんうん、はい、で足もちゃんと立つようにあります、はいはい、ああ、なるほど、はい、いろいろなポーズで座ったり立ったりできるお人形です。でもさようならとか、はいはい、こんにちはとかいろいろできますね、またとってもその何ですか、その幻想的で、なんて言うんでしょう、いや僕に言わせればセクシーというか、なるほどね、割と妖艶だと言われてます、そう思いますよ、はい、でも先生自体がお人形さんのようではございませんか。もう大正ロマンの、ちょっと襟元をどうもありがとうございます。素敵な帯と帯締めに、はい、素敵ですね。いや、この間ね、先生のとこに展覧会とかね、お伺いしたりしたんですけども、お話しててね、すごくキュートなんですよ。可愛い、可愛いんですよ、本当に。すごく可愛いなっていう感じがしましたね。はいはい、おばあ様です。いやいや。いや、それでまあいろいろなね、作品も見せていただいたり、その、ね、映画もね、僕見に行ったんですけども、ね、ありがとうございました。何の映画ですか。ヘブンズストーリーっていうね、2010年にヘブンズストーリーは公開されて、はい、私の人形展もその公開に合わせて、はい、ヘブンズストーリーという題で、はい、人形展を渋谷でやったんですけれども、はいはい、それでヘブンズストーリーは、はい、ドイツの、ベルリン映画祭で2冠を取りまして、うん、それから毎年、2010年2011年2012年、とにかく毎年どこかで展覧会をやってますし、うん、12月には、うん、新宿のケイズシネマで毎年10年間続けるそうです、はい、ですから、はい、今もう2016年を終わりましたので、うん、あと4回は、うん、
あの上映しますので皆さんまた見てやってください、僕も見に行きました。はい、ありがとうございます。あの山崎箱さんとお会いしました。後編の方、後半の方の一番最初に出てくる人形作家の役でね、そうです、そうです、先生の、はい、分身みたいな形でね、はいはい、出てきた、はいはいはい、人形作家の方、役で、はい、私もね、そのお友達にこの球体人形を作ってらっしゃる方がいらっしゃりして、で、はいはいはい、それもっともっと前にですね、あのお名前だけはですね、四谷志門さんですか、あの方も四谷志門さんって球体人形作家、そうです、そうです、もう最初の頃の、ね、作ってらっしゃった。じゃ球体人形っていうのは日本の独自のものなんだと思います。多分あ、そうなんですか。まあ、もちろんフランスとかドイツとか、あのアンティークドールとしてあるんですけれども、そういうとこからの発想か何かよくわからないんですけども、出来上がってきたんですよね。じゃあ日本がどっちかというと先進国っていうか、そういう意味では。多分。ああ、そうなんですか。あのドイツの方とかあちこちで、はい。ありますけれども、はいはい、海外の展覧会出品した時に見せていただいたのは、やっぱりあの日本の人形はとってもあの内面性がある人形多いんですけれども、はいはいはい、あの海外のものというのは、お人形ちゃんという、お人形さん、お人形さんっていう、ね、ちゃんというなんかこの芸術というよりもどっちかって言ったら、うん、お友達、はい、もちろん日本のだとお友達ですけれども、ただ精神性みたいな奥行きみたいなものは、しっとりしたとか、じっとりというか、いろいろなものは日本の作品の方が感じますね。そうですね。じゃあそういうものが認められてフランスの、どういう形かよくわからないんですけれども、はいはい、フランスの方はマリア書房さんがお世話してくださって、はいはい、あの3人で行ってきたんです、はい、あーですね、あのルーブル宮の地下な、ルーブルの地下の、地下のルーブル宮というところで、はい、あのやらせていただきました。あれですよね、あのルーブル美術館の近くにこう三角のガラスのピラミッドがあるわけですよね。そこの地下ってことですか。そう、そんなところです、はい、あそこは地下になってるわけですね。そうですね、僕ら行ったことないからわかんないですけど、すごいですね。はい、ところでやらせて、でそこでサーですか、サー、サーの称号、なんかあの症状、私もよくわからないんですけど、すべてあのフランス語で、あの行き交ってましたものですから、あのさあ、あの賞状をいただきまして、3人ともでそれぞれいただきまして、さあの称号が入ってたんですけど、さあ安藤ですか、それは、確かそうです。それで、あのその時の説明で多分通訳さんだと思うんですけれども、あのさあっていうのはめったにもらえないものですから、あの大事になさってくださいとか、なんかそういうことをおっしゃったのを覚えてます。ただ症状どこ行ったかわからないんですけど、探せばあります。受賞式の時もそういう素敵な入り口で、じゃなくてですか、もうお洋服でも、やっぱりフランスまで行くのにちょっと荷物がね、着物だとあのあれこれ持っていかなくちゃいけないので、あのお洋服でした。もう、はい、でもきっとね、日本の球体人形を見られてね、影響を受けた人形作家のフランスの方たちっていると思うんですね、はいはい、絶対に、いかがでしょうかね。どうでしょうね、そうすると嬉しいんですけどね、あのちょっと自分の話になって申し訳ないんですけれどね、私もその、まあ、琵琶奏者ですけども、私も実はそのなんで美あの日本音楽というかね、そのやり始めたかっていうきっかけは、はい、フランスのドビュッシーの音楽ですよね。彼がそのパリ万博に行った時に、東洋の、美術に触れて、あのすごい感銘を受けたんでしょうね。それでその「トー」っていうね、「トー」っていうピアノ曲を書きまして、はい、ちょっとピアノやってたんで、あこれいいじゃないかということでね、もう それをこう弾いてるうちに、あじゃあやっぱ東洋の音楽やろうかなっていうのが私の人生の転換期です。ああそうですか、きっと先生のお人形を見られてね、あ何かこう違うと。アンティークドールとまた違うっていうんでね、影響を受けた方いっぱいいると思います、そうだと嬉しいですね。いや僕もまあドビュッシーですけどね、僕もまあ子供の頃大好きで、ね、特に沈めるトラとかね、あれは確か沈めるトラとのドビュッシーです、あ、ね、あの水の底にね沈んでても
なおかつその鐘が鳴ってるっていうその、ね、あれはもう僕大好きなんですよ ね, すね。あとはまあ展覧会とかね、ああいうのもドビッシュ、あれドビッシュじゃなかったですか、ドビッシュですよね、すはい、プロモナーとかね、東洋で近く、うん、近いんですね、そうですね、うん、はい、そっかそっか、ね、今日はねちょっとスタジオに、はい、あのスイリュウちゃんが、はい、スイリュウちゃん、香川さんの第2週の担当している、はい、そうですね、スイリュウちゃんがねあの来てくれていまして、はい、スイリュウちゃんもまたその、この球体人形に関係しているということでお呼びしました。スイリュウちゃん、どうもスイリュウちゃん、こんにちは、スイリュウみちゃん、はい、こんにちは、お願いします、よく来てくれました、はい、はい、どうもありがとう、ありがとうございます。スイリュウちゃんとその球体人形の、出会いというか、どういう、そうですね、今日はちょっと、うん、昔から球体人形、活人形大好きで、うん、今日ちょっとお田さんさせていただいたちょっと幸せな自分なんですけども、うん、たまたまとあるお店に行った時に、うんうん、あの何の店、まあ、バーですね、あ、バーバー、ね、あ、いいじゃないですか、飲むところ、うん、飲むところに行った時に、はい、あの後からちょっとこう趣のあるおじさまが入ってきた、紳士が入ってきた、でそのバーのカウンターの前に、うん、こう球体キャンセス人形の個展みたいなハガキがありまして、うん、そのハガキを取って隣にいる友達に、うん、実は私こういう球体キャンセス人形好きなんだよねみたいな話をしたら、うん、そのマスターが、うん、実は作家さんですよってその入ってきたおじさまを紹介していただいて、趣のあるおじさま自体が作家さんだった、でたまたまそこでお会いして、うん、あのまあお話が弾んで、うん、よかったらアトリエに来ないってことで、うん、アトリエにも遊びに行かせていただいて、うん、まあそこでちょっとお人形を作らせていただけたっていう、その場で、ですぐにですか、すぐあのその先生のアトリエに、どこにあったん、木村先生のアトリエはちょっと吉祥寺の先のちょっと三鷹っていうところにあるので、はいはいはい、天文台のあるところですね、そのお話をした、はい、うん、さっき安藤先生のお話したら、うん、あの木村先生ともちょっとお知り合いですよみたいな、つながるんだなと思って、素敵な世界、そかそか、はい、でじゃ あの、ね、そろそろ、先生の、ね、うん、スライドをちょっと見ていただこうと思います。素晴らしい、すいません、じゃあお願いします、スライドショーで、はい、うん、はい、出ましたね、はい、これがあれですね先生、あのもっと照明落ちるかな、はい、素敵ですね、わ、これは先日いいの、あ、どうぞ、これは先日地元で人形教室展をやりまして、はいはい、その時のものです、はがきです、はい、あ、なるほど、はい、これもやっぱり結構いろんなところに出してる人形なんですか、それほど、まあ、これは今マリアの心臓さんに置かせていただいてもらってる、結構じゃあ新しい作品です、はい、そうです、じゃあ次お願いします、はい、これは、あ、これはあ、ヘブンズストーリーですね、ヘブンズストーリーですね、その時のハコさん、はい、ハコさんなんです、これ本当は、この人形は、この人形もハコさんをイメージして作ったんです、そうです、なんか似てきたんです、あ、それでハコさんにも見ていただいたりして、プレゼントしたんですか、いや、してないですけど、そっかそっか、そうなんです、すごく似てる人形なので、うん、これはハコという名前の、あ、名前もついてるんですか、人形なんです、ね、これはそのヘブンズストーリーに実際に出てるんですか、いや、出てないです、あ、なるほど、そのヘブンズストーリーでお目にかかって、それから作り始めたのが、出来上がったらハコさんによく似てるんで、あ、似てるのができたっていう写真を送ったら向こうも似てる似てるとか言って、じゃあヘブンズストーリー をやる時にはなくて、その後にイメージとして作ったと、ハコさんを見ているうちに、ただ是々監督は、はい、ハコはこんなもんじゃないとか言って怒ってらっしゃいましたあ、そうです、はいはい、じゃあ次お願いします、じゃあここからちょっと、これはこの前の展覧会の時の、はい、時です、これ真ん中の人形はちょっと違う、うん、あの、はいはい、うちの生徒の作品ですけれど、はいはい、うん、これは今先生が、はい、先生がこれ抱いてるやつですか、そうです、はい、このこっちのは、お名前ついてるんですか、いや、まだついてないんです、この子この子で、この子この子、はい、ただ僕この展覧会で行ってね、はい、写真撮ってきたんですけど、ちょっと異様な僕としては異様な雰囲気なのそうかな、うん、それこそ何の人形の館みたいなそういうところに入ったような気がしましたねこっちの方はかなり大きくて、うん、1メートル以上あるお人形です、うん、じゃあ次お願いします、
あ、そうですね、これね、はい、これが一番大きい人形です。なんかこう、はいはいはい、僕男ですからすごいセクシーに見えるんですけど。そうだと思います。だいたい全部作ってますから、大事なとこも全部作ってますから。そう見えて当然だと思います。素敵なお衣装も先生が手作りで。そうです、先生衣装も作るんですか。そうです、何まで全部なので作ります。そうですか。じゃあ何、要塞とかそういうのもできるってことですか。まあ、できなかったんですけど、できるように、あの人形を作ってたら、人形を作るのがとっても大変なものですから、うん、それに着せようと思うと頑張っちゃうんです、うん、あ、やっぱり完成させるとすると、いいものができちゃうと、頑張って、あの着せるものも作ります、この手のさ、この なんていうんですか、こういう表現、これはどうするの。こんななってるじゃないですか、ね、うん、やっぱり、なんとか、うん、まあ、考えるわけでしょ。そうです、うん、いろいろ自分でポーズしながら、うん、いや、じゃあ何回も何回も作り変えるんですか、うん、顔とか手とか。そうですね、顔をちょっと修正したりとか、しょっちゅう修正して、うん、最後まで修正したりして、うん、やっと出来上がりますね、うん、じゃあその間にもう 何回もなんか、ね、この間ちょっと聞いた話によると、なんだっけ、夜こうやって作ってできたと思って朝見たら全然ダメだったとか。そうです。もうそれはあります。夜は一生懸命作っ、もちろん昼も作るんですけど、あ、やっとできたとか思うんですけれども、朝来てみて、アトリエ行って見たら、あれやっぱりちょっと違うとか思って、また直して、なんかそういうことの連続でやっとできてくるという。で、組み立ててみたら手足が大きすぎたとか、うん、はいはい、ちょっと足が短すぎたとか、やっぱりそういうバランスもあるわけですよね。で、球が小さすぎたとか、うん、そうすると、もう一生懸命またこう、外して直して、はいはい、じゃあ相当な大変な作業ですよね。結構ね、はい、なるほど、あれですね、大変ですね。次もありますか。はい、どうぞ、はい、次お願いします。あ、これはこれですね、これですね、はい、これはなんか子供の女の子みたいに見えるんですけども、いくつぐらいの感じなんですか。ね、私の人形は特に年齢ないんです。ああ、なるほど。はい、大人のようにも見え、子供のようにも見え、はい、はい。じゃあ次お願いします。これちっちゃいんです。はい。これはね、20センチくらいでしょうか。もうちょっと大きいかもしれません。はい、でもそういう小ささ感じないですよね、全然。やっぱりこうそれぞれ動くように作ってあります、うんうん、はい、これも今マリアの心臓さんに置いてあります、うん、はいはい、じゃあ次お願いします。ああ、これもマリアの心臓さんに。この塔の椅子も自分で作るんですか。違うんです、これは買ったのです。買ったのにちょっと銀色のスプレーを吹きつけたりして、はいはい、もうずーぶん昔に、はいはい、なんかこう訴えかけてくるよね、うん、お人形さんが、うん、ただ僕ね、ちょっと初めて会った時なんか出方の匂いがするなっていう。そうですよね、それはありますよね、なんかね、うん、出方のそんな感じがするなって思ったんですよね、大配備というか、うん、そう、まあそうですよね、ありますね。それで僕はフランス人形って言ったんですよ。あ、そうなん、何しろやっぱりどっちかって言ったらね、あちらの方のデカダンスというのがやっぱり匂いような気がした。ただその他にこの日本のはい、このなんていうのか、湿ったような、そうそうそう、短美主義みたいな、どうしてもね、そういうものが出てきますね、はいはい、じゃあ次お願いします。はい、うん、次はこれです。あ、これね、これもそうです、さっきの人形ですね、はい、うん、じゃあ次お願いします。あ、これはまたさっきのこれですね、はい、でも先生のお気に入りなんでしょ、これは。これは先生のお気に入りですか。お気に入りなんです、よろしくお願いします。この人形って目はガラスを入れてるんですか。今はね、ちょっとプラスチックで私が作ってます、はい、自分で。先生が作るんですか。はい、今へ、またガラスも作りたいんですけどね、はいはい、やっぱり目ね、私は買ったのだとなんかやっぱりちょっと つまんないけど怒られるんですけれども、自分で作ってみたくて、いろんな色とかがね、はい、と作るとたくさんいろんなものをまとめて作ってるんですけど、いろいろ入れてみて、うん、たくさん作っても使えるのは1つか2つという、そうでしょうね、この子には
これだなみたいな、うん、いやこれかなあれかなって、もうこの目玉を入れる時もまたとっても悩んでしまうんです、はい、やっぱりね目は、はい、命を吹き込む、ね、はいはい、命ですもんね、はい、はい、次お願いします、はい、あこれまた、これまたね、うん、大きいのかな、これ結構大きい、もう大きいです、これも、うん、90センチぐらいだ、これは、うちのアトリエにあるんですけど、はい、まあ、できたばっかりの時はやはりあのマリアの新藤さんの、はい、佐吉さんに、片岡佐吉さんに、はい、鳩山会館の人形展の時に出させていただきました。その鳩山会館というのは鳩山さんのあれ、そうです、そうです、今ちょっと政治家の、はいはい、はい、それでそのそで、ね、この間先生の美術展にお伺いして、はい、マリアの心臓も行ったんですけども、 ありがとうございました、その時感じたことっていうのは、はい、角川映画の犬神家の一族を、はい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 、ちょっと思い出したんですけども、それとはまた違うと、あの先生の作品じゃなくて、そのもう一人 の、まあ、その主催者の方の作品を見た、とっても美意識に優れた方で、佐吉、はいはい、さんは人形をものすごく愛していらっしゃる方で、はいはいはい、なんかその頑張ってやってらっしゃいます、ね、あの犬神家の一族の雰囲気をちょっと感じたような、うん、まあ、ちょっとそれと違うんですか、違うと思いますけれど、はい、はいはいはい、じゃあ次行きます、はい、でも独特な美意識を持ってらっしゃいます、はい、これはまあこんなかわいいと言いますか、うん、はい、こんなのなんですけれど、これは手と足と顔だけで胴体は布です。ああ、そうなんですか、はい、じゃあ次お願いします。あ、これさっきとやっぱり同じワンパターンのですね、やっぱりこれがもうどうしても目立っちゃうので、そうですね、大きいから、はい、じゃあ次行きます。あ、これで終わりかな、これで終わりですね、はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。これでもう これ全部先生のアトリエに、もちろんあのアトリエというか展覧会の時に、これ展覧会の時の、はい、僕が先生のところにお伺いするときにね、はい、あの写させてもらったんです。なるほどね、はい、なるほどね、なんかね、あのちょっと見てて思い出したんですけども、はい、あの日本にもね、その市松人形とかあるじゃないですか、はいはいはい、それに、ね、あの京都に行ったときにちょっとあの古道具屋さんがあって、はいはい、あのちょっと楽器を求めにね、はい、なんかないかなと思って、はい、楽器を求めに行った時に、はい、あのおじさんが出てきてね、その市松人形がポッと置いてあったので、はいはい、あ、市松人形かわいいですねって言ったらね、あ、この子な、あのやっと元気になったよって出してきたんやって、元気なかった、そう、元気なかった、そういうことあります、あ、人形、あ、そうなんですか、あります、やっぱり命が入ってるんですかね、あります、教室展の時にもうだいぶ前なんですけども、うんうん、あの、うん、ちょっと入院なさってて、はい、その人の差があの飾った時と初日だったのかな、飾った時なのかな、うん、とっても悲しそうな顔してて、はい、でなんかちょっと悲しそうな顔してるよねみんなって言ってた、みんなも悲しそうだねって言って、それでもその方退院というか来てくださったんです、はいはいはい、そしたらね、その人形次の日から元気になっちゃったんだ、なんか昨日まですごい悲しげだったのがこうパッと明るくなった、元気になったよねって、みんなもね、あの私の主観ではなく元気になったってなんか言ってました、ね、だからなんかあるような気がしてね、そんなこと言うとまた怖がられるんですけどね、その一松人形の時はね、ゾクッとしましたよ、なんかねあるような気がしますね、いや、よく話があるじゃないですか、髪の毛が伸びるとかね、まあ、伸びるとかありますね、それはね、わかんないですけどね、あの湿気で伸びることもありますしね、ちょっとね、うん、ああいう昔の人形って人間の髪の毛使うんですか、いろいろ、あ、大昔はきっとそうでしょうね、じゃあそれが湿気でこう伸びたりっていうか、あのただ大正の頃ですか、はいはい、あの人毛じゃなくて、はい、あの絹糸とか、うん、できるような、はい、絹糸使ったり、はい、いろいろです、はい、でも人毛が好きな人もいっぱいいます、はい、そうなんですか、スイリーちゃんなんか不思議な話いっぱいしてそうなんですよ、スイリーちゃん そういう話してんの、いや、でもさっきの話を聞いて、うん、さっきお人形さんが、うん、お人形さんってお人形がこう、うん、先生からの、はい、カバンから出された時よりも、うん、今先生に抱っこされてる時のが、うん、とてもこう幸せそうな感じがする、やっぱりお人形が、うん、先生と一緒に、ね、うん、ここどこよって感じだったよね、だったけどすごい安心して、うん、もう先生と一緒にここで
はこう話ができるのが嬉しいなっていう感じがすごく伝わってくるから、表情が。いや俺はまあ鈍感なのか分かんないけど人形ね、以外分かってる、見てもらえると嬉しいらしいです。おお、そうですか。大勢の人に見てもらえると、それで、あのうちの生徒が言ってた言葉なんですけれども、うん、あの展覧会に出して、はい、それからあのうちへ持って帰ったら、うん、出す前よりも、うん、すごくいい子になったって、いい顔になってるってね、やっぱり見てもらったからかななんて言ってましたね。そうですか。そうかもしれない。絵よりも先生もともと絵をお描きになられたんですよね。はいはいはい、最初はあの教室というか大学では油絵専攻だったんですけれども、はいはいはい、あの途中から、うん、あのイラストっていうんですか、うん、そっちの方を描きたくなって、そうです、挿絵とかカットとか描きたくなって、うんうん、売り込みに行って、うん、一番最初に売り込みに行ったのが婦人公論、そう、婦人公論社の婦人公論、うん、中央公論社の婦人公論、はいはい、たらすぐに使って、うん、最初のはちょっといろいろ理由があってボツになったんですけど、うん、2回目 の森麻里さんのエッセイに使われた、使われて、森麻里さんってあの森鴎外の娘さんですよね。そうです、そうです、そうです、うんうん、はい、で使っていただいて、贅沢貧乏とかね読みましたけどね、あ、そうです、非常に面白かった、なるほど、はい、あとなんかあちこでもあの主人公論ではしょっちゅう使っていただいて、それからあのレギュラーになったのはあの学研の高校コースの、うん、でレギュラーにしていただいて、うんうん、書いてました。それからだん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 その交友関係っていうか、はい、例えばそのなんていうっけ、あの人形で3人で、ね、はい、グループができたというのは、はい、そういうどういう、ね、いきさつはですね、うん、最初はあの町田 の、うん、あのビーミーさんという、はい、大丸の傘下の、はい、今はもうないんですけれども、はい、百貨店で、はい、デパートで、うん、あの小さなギャラリーなんですけれども、はいはい、しょっちゅう私やらせてもらってたんですよ、うん、はい、また入って、はい、また入ってて嬉しいとか言って、はい、あの今日そこで教室演やったり、うん、個人のやったりしてたら、うん、ついこの前やったばっかりなのにまた電話かかってきたんですよ、うん、で、ね、また入っていついつって言うから、うん、キャンセル出ちゃったのよって言うから、うん、いや入れないよ、だって人形この前全部出してたってね、うん、私のとこにそんなにないし、うん、できないよって言ったら、うん、いやお友達呼ぶなりなんなり、うん、とにかく場所を埋めてちょうだい、うん、ガッチャって切られたんです、うん、それでとか思って、それで最近一緒にやった、うん、お仲間どっか他のデパートでパルコさんでやった、うん、あのお友達に電話して、うん、お友達って言ってもその時は本当全然知らなかったんですよ、ね、はいはい、たまたま一緒にやっただけで、はいはい、順番に電話していって、うん、最初の人には断られて、うん、2度目の人にも断られて、うん、で3度目に、うん、金沢の人ちょっと、うん、でもいい、東京と金沢ですからね、でもちょっと言うだけは言いましょうと思って、うん、はい、ここなんですけど出して、田舎なんですけど町田で、それもしかもねちっちゃいギャラリーなんですけども出していただけませんでしょうかって言ったら、ええよって金沢弁でですか、そうです、ええよって感じで、それでもう一人ちょっとじゃあ今度はと思って、あの福島の方に、大竹京さんに、金沢のは正純さんというんですけども、うん、長寿さん、大竹さんに、大竹京さんに電話しまして、うん、そしたらあのいいですよとか言って、そっちは可愛い声で、もう顔も美しいですしね若あの本当元気いっぱいの方でいっぱいやってらっしゃるんですけどね、はいはいはい、みんな長寿さんも元気いっぱいですけどね、うん、あのいただいて、はい、でなんかそういう形で、うん、まあ一緒に初めて一緒になってやったら、そしたら今度は次に金沢の方から声かかってんたんですよ、正純さんが、はい、出してって言うから、とか自分とこね、来てもらってて、まあ、いやーというわけにいかないですからね、はい、わかりましたって感じで、それで福島からも電話かかって、はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございますとか言って、うん、それで、はい、もう16、17年続いてますね、じゃあそれでもうだん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 仲良くなってきて、それがフランスに一緒に行ったり、みんなで行ったってことなんです、行ったり、はいはい、ドイツにも行ったり、はいはい、あとあのとにかく、うん、展覧会ではあちこちで行動を共にするような、あちこちで一緒にやってます、はいはい、でもいいですね、そうやってね、こう、はい、柔軟ね、だからそういうお友達が本当にいなかったら、うんうん、私も今までやってるかどうかは
わからないですね。もしかすると、うん、あのフランスまで行かないで、町田の地域だけでやるって感じだったかもしれないですね。本当はあの、うん、声がかかるまでは本当に町田でこもってやってましたので、うん、もうそこで満足してその、うん、ビンビンさんから声がかかって満足してたので、うん、あのそしたらあの正淳さんが金沢の人なのに、うん、あの東京でしょっちゅうやって、はい、ものすごいお金をかけてやってるっておっしゃるからびっくり、もう本当仰天してしまいまして、はい、なんかやるってそういうことなんだって思って、うん、はい、そうですね、ちょっと目が覚めたと言いますか、はい、まあ、私もあちこちでやらないといけないなとか思ったんです。僕も目から鱗でしたね。やっぱり僕も青梅なんで、青梅だとまあ意外と安くできるんで、ね、そこでちまちまやってたんですけど、やっぱりこう中央にね出なくちゃいけないなってその話を聞いて思いましたね。はい、それでだん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 その先生がそのいろんな人たちとお付き合いするようになってきて、例えば映画関係の人とか、あの箱さんとは、はい、あのしょっちゅう箱さんも人形店に来てくださいますし、是々、うんうん、監督も来てくださったことありますし、はいはい、まあここでいう箱さんじゃない、山崎箱さん、山崎箱さんです、はいはい、それで、はい、あのうん、私もコンサート行きますし、はいはいはい、なんかこうしょっちゅう会って、はいはい、いろいろお話ししたりしてます。あの僕もこの間ケーズシネマ行ったらちょうど立っておりましてね、あの僕ちょっとご挨拶してきましたけど、あ、山崎箱さんですかって言ったら、はい、そうですってから、ちょっとあのなんだ安藤先生とちょっと、こういう放送するもんですったら、あ、そうですか、はい、昨日いらっしゃいましたって言ってましたから、はいはい、うん、まあそれだけですけどね、あんまり大したことじゃないですけど、はい、あのちょっとだけねお話をしてきました、うん、今現在作っているあの作品はあるんですか。作りかけて、うん、あります。やっぱり作ってるもの、うん、ゴロゴロしてます。ゴロゴロっていうのはじゃあ頭もゴロゴロ1点ずつ作るんじゃなくて何点か同時進行ですか。同時進行です。何体も結構あのでいいものだけ選ぶというか、あ、全部が仕上がらなくて、じゃあ同時進行してっていくつかが完成して、その中であこれいいなっていうのを出すわけです。一応そうなんですけど、なかなかね、うん、これいいなができないんです。あ、はい、でもいや最初は例えば10個作ってたとしますよね、だんだんこう絞られてくるわけですか。そうです。あ、この子にしよう、この子にしよう、もう一体作るのに顔はいっぱい作ります。いくつぐらい作るの。10個や20個作るんですか。そこまで作らないですけどね、3個や4個や5個は。ああ、そうですか、そうするとその必然的にね、出来上がらなかった子たちがゴロゴロっているわけじゃない。いるわけです。どうするの。それはね、あの出来上がってないんで壊したりいろいろします。ああ。で、いいんだ。また作り直したり。また作れ、また作れるんだ。これ材質は何なんですか。うん、材質は粘土なんです。あ、じゃあ。私のがラドールと、うん、はい、ラドールというあの石粉粘土って石の粉の粘土を書くんですけど、はい、それと木の粘土と木を材料にしたものを合わせて。じゃあこれはこう壊してまた練り直せばまた元に戻っちゃうんですか。それともただこの、 あの塗ってあるものは外さないと、うん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 、そしたら、うん、あのこの塗ってあるものを取ってしまえば、うんうん、また再生できる。なんとかできます。あ、そう、はい、じゃあ無駄はあんまりないですよね。ありますけどねでもあのなんかちょっと人の形になるとね、壊すのが嫌な気がしますけど、どうですか、そういうところは。そうでもないです。ああ、そうですか。全然そこはもうまだまだあのまだ魂が吹き込まれてないということで、まだ大丈夫なんです。と納得ですね。あ、そうだ。男の子の人形ってあるの？な、あの私は作ってないんです。うん、でもそういう作家さんの仲間の方がいっぱいいらっしゃいます。それこそあの龍先生は龍先生でしたっけ？はい。ね、作ってらっしゃるんですよね。あ、男の人の人形作ってる。そうですね。ね、いる。やっぱりこういう、こう膝がこう丸になってるやつで、膝が丸そうですよね。私もリュウ先生のいっぱい見てます、昔から。男の人のもやっぱりセクシーなの、どっちかというとやっぱりこう、あの先生はあの吉谷志門先生はもう自分の分身みたいなのをいっぱい作ってらっしゃいます、まあ、超有名ですものね、あ、もうお元気でらっしゃる。お元気です。うわ、いや僕はそっちの世界わかんないんで吉田志門先生しても何言ってんだかわかんないけど、そうなんですか。吉田先生もね、私の習った吉田先生も、うん、元気で作ってらっしゃいます、ね、さっきみっちゃんがその紳士の話をされたけども、うん、なんかもうちょっと聞きたい気もする、うん、その、うん、後日談とかないんですか。
で後日談、うん、あ、リュウ先生の、うんうん、いや後日談、いや例えば、うん、また三鷹のうちに行ったんだよね、みんなで、はい、あのとあるバーに行くと、はい、とあるバーってどこのバーなの？とあるバーは新宿、いや下北沢に、あ下北沢、もしかしたらそのいやこの間だって下北でお話ししたんだよ。そうそうそう、下北の何ですか、なんていうの、キネマクラブっていうのかな、じゃあなんか対象な感じの、そんな感じだよね、キネマクラブなんて言うとね。そうですよね、下北沢ってね意外とね、いろいろね、私もかつて以前ね、そのこの前やったんですけども、あのアンティックなね、ちょっとまさかまさかアンティックなそのアールヌーボー町の喫茶室があってね、はい、あのよく友達と行ったのね、それで、はい、マスターがね、その普通のおじさまなんですけども、はい、あの伊藤文学さんっていう方で、はいはい、月刊バラ族って今もあるのかなっていう、そういう本があってね、その編集長ね、ほーってんでね、その下北沢にお宅があって遊びに行ったことがある、なんかちょっと異様な雰囲気がするような気がする、そうでもないの、いやいや普通の、あ本当、うん、そうだよね、多分そういう方は普通な感じで、そういや僕たちが行くと普通じゃなくなっちゃうかもしれないビビっちゃいそうだけどなんかね、バラ族だのサブだのいろいろあったからねその頃ね、そうか、私はなんかそのすごい懐かしいというか、この懐かしい世界、うん、ちょっと忘れてたけども、うん、先生のお人形さんとか先生を見てね、うん、なんかその過去の自分を思い出しちゃったみたいな、うん、はい、おお、そうなんですか、うん、なんか清流ちゃんもさ、うん、その人形っぽくないですか、ねえ人形っぽいです、なんかそんな感じだよね、っぽいです、うん、あそう、わかんないけどだからこう安藤先生今日は引き込まれて、ね、いやいやだって、だってちょっとアナウンスしたらわあ私行きますからできたもんね、実家から使って会いたい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 って本当に、ありがとうございます、まあ、僕はねもうそういうねつなげるの好きなんで、もう本当に素晴らしい先生だったりするともうこういう人来るからどうなんて言うんですけど、大体他の人はね、ああいいですよなんて言ってこないんだけど、うん、いや僕ら信用されてないからだけど、いやいやそんなことない、これからのなんていうの、夢っていうか、こんなことをやりたいとか、ね、思ってるんですよみたいなことありますか、はい、あのやっぱりあの本当に、うん、死ぬまでと言いますか、はいはい、長生きを元気で長生きをして、うん、あの一生懸命作っていって、うん、生きたいと、そう、それそうなんですね、もちろん、うん、いろんな人に見ていただきたいですし、例えばそのフランスはもうすでにあの、ね、ちゃんと確たる、はいはいはい、他に、あのちょっとあの行ってお見せしたい国とかあるんですか、海外？今のところないです。ないですか。突然やってくるんですか。突然やってくる。ドイツとかはさっきハノーバーがどうだったって、ハノーバーで、うん、あのハノーバーの展覧会は、うん、あの大勢いろんな国の人が集まって、はい、近くのベルギーとかオランダとか、うんうん、いろんな国の人が集まって、うん、自分の作品を発表して、うんうんうん、やっぱりヨーロッパが中心なんですかね。そうですよね、アメリカって感じはしないですよね。そうですね、うん、アメリカそのバービー人形とか、そういう風になっちゃうもんね。そうだよね、バービーちゃんだよね、わかんないですけど、うん、アメリカ自体が新しい国ですもんね。もちろん、うん、やっぱりこういうものってのはやっぱり向こうの歴史とか伝統もあるんですかね。あのね、童話の中にもよく出てきますね、うんうん、はいはい、小公女の中にも出てくるし、はいはい、レミゼラブルのコゼットの、はいはい、ねえ、あれ出てきますか、コゼットがどうだったら、コゼットに、うん、あの人がクルミアリ人形、クルミアリじゃなくて最初はコゼットはあの、うん、あの 木の枝を人形に見立てて、はい、それで遊んでた、はい、貧乏ですから、ね、ある日その誰でしたっけ、うん、主人公の、なんだっけ、ね、男のジャンバルちゃん、ジャンバルちゃん、ジャンバルちゃんがやってきて、あのその子を連れ出して、あの買い受けて、でお人形を買ってやるんですよ、ね、もう大すごく、それこそアンティックドールの一番上等のですよね、いやもうその時にはジャンバルちゃんもお金持ちになってたから、そう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 、そういうのもありますし、あとやっぱり小公女の中のセーラーも、はいはい、人形をね、はい、一番最初にお父様に買ってもらってずっと大事にしてるとか、うんうん、なんかお話の中ではいろいろ出てきますね。あ、そうですか。お人形は、まあ、女の子のお友達ですからね。うん、やっぱりそういう、まあ、伝統的な、そういう、有名なところではピノキオとかね。ピノキオも人形だもんね。そうですよね。なるほどね。じゃあそろそろ、先生のその、はい、今後の
抱負と芸術活動もなんかありましたら、それとあともう一つ芸術活動、まああんまり堅苦しくなくていいんで、あともう一つね、頑張って作っていきたいという、はい、それで構わないですか、はい、であとね、この番組っていうのはやっぱり、はい、あの社会貢献をしたいっていうか、はい、まあそういうレコメンドっていうことでね、はい、ちょっと僕も考えてるので、はい、もしそういうものがありましたらね、ちょっと例えばその先生が人形を教えることによってどういう人たちがどうなったとか、そういうことがあればね、ちょっと言っていただけると助かるんですけど、この最近その相模大野で初めてっていうのか、本当に初めて、地元だとずいぶん昔に本当にビーミーさんで大丸の参加さんですね、そちらでやらもう毎年毎年やらせていただいてたの、それから東京の都内の方に出て行ってやってて、ずっと地元ではやってなかったんですけども、今回教室展を相模大野でやりましたら、とっても反響大きくて、みんながこんなのを初めて見たっていう人がいっぱいで、通りがかりの人がいっぱい寄ってくださって、そういうなので、ちょっと地元にも根付きたいなとか、あ、もう思ってる、もちろん出てもう行きたいんですけども、地元の人にももうちょっとね、知ってもらいたいなって最近は思うようになりました。それはやっぱりお弟子さんなんかも地元の方、そうです、大体が地元ですけどね、優秀な方もいらっしゃるんですか、もう一本立ちしてそう、まあ、いますよ、すごいですね、頑張ってますよ、はい、じゃあまあ、先生の後に続けっていう人もいるんです、頑張ってます頑張ってます、すごいですね、みんなでもないですけど、はい、何人かは、はい、そっかそっか、はい、すごいですね、ちょっとね、その人形の話で思い出したんだけどね、今そのだんだん AI、でも YouTube とか見ると ね、はい、実物を見まごう、AI がさ、このそっくりそのまま喋ったりして、あ、これはなんかすごい世界になってきたぞっていう気がする、そうですよね、本当に、恐ろしい、恐ろしいか なんかこうね、すごいよね、すごいです、ね、僕もAI の開発してるね、NTT の、研究員の人に聞いたんですけども、なんかその人に聞いたら、はい、今 AI はその社長の頭を作ってるって言いましたよ、社長の判断ができる頭、要するに指導者ですね、びっくりしました、僕は労働者が作ってるのかと思ったらそうじゃなくて社長の判断のできる AI を作っていってました ね、そうね、なんかその変な話になっちゃいますけども、リオのオリンピックでパラリンピックの時に、まあ、そのまあね、そのもしかすると将来的にその、パーツをつけた人間の方が、普通の人よりも記録を、伸ばすんではないか、いや、それは当然でしょう、もうまずパーツもそうですけども、まずスーツ着て走ったらもう完全に勝てないですよ、要するにもう、まあ、健全な人でしょうけども、そういうロボットスーツみたいなの着ちゃうんですよ、ロボットスーツそうしたらもう絶対勝てないですよ、生身の人間は、そうね、ロボットでも美は弾けるかしら、ちょっといやいや弾けるようになりますよ、そうできるんですか、そうですね、いやだからカウさん、生半可な人はもうみんな淘汰されちゃうから、ですか、よっぽどの名人かなんかにならないとダメです、付け替えようかな、修行しなきゃダメですよ、本当に必死に、そうね、要するにね、今考えられることっていうのは、やっぱりそういうプログラムでもう大体のことができちゃうので、それこそアンドロイドとかそういうものがもうプログラミングされた作業内容をきちっとやって、その個々が今度は通信をしてですよ、通信して、例えば自分ができないものがこちらも協力してもらうとか、そういう形でやるとね、どん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 ね、もう人間の中に行っちゃう、なんかどっかにしたらそのパラドックスってあると思うんだけど、いや、もちろんあるんで、だからやっぱり今これからね、人間が能力開発するんだったらやっぱりクリエイティブの能力がやっぱり、その普通のね、事務能力が高いとかなんとかそういうのはちょっともうこれから通用しなくなると思いますよ、本当に、やっぱりこう芸術とかね、人間でしかできないようなものとかね、そういうものを考えていかないと、本当に二極化分解しちゃうんですよね、結局上層部ともう低賃金で働く下層部と、でも真ん中はみんなロボットになっちゃったりします、多分、
本当そういう時代来ますよ。でも ロボットでも風呂に入っていい湯だなって言うのかな。いやいや、僕はあの考えてるのはあれですよ、まあ、小説なんですけど、あのやっぱりロボットもね、人間の社会と同等の社会を作ってくるだろうし、うん、まあ、ちょっと昨日ゆず湯、ゆず湯でね、はい、ゆずですかこれ、ね、はい、しゆずとかのゆずってこんなで、すごいね、大きさがもう、ちょっと持ってきてみました。はい、じゃあそろそろ、もう時間にもなりましたんで、エンディングをやっておしまいです。本当に、じゃあ今日はどうもありがとうございました。じゃあこの手を振っておしまいにしましょう。はい、どうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。またまた次回。